マタイは、新約聖書の福音書に登場する人物で、イエス・キリストの十二使徒の一人、ギリシア語表記は、マタヨス、マテオ、マトフェイトも表記する。マタイの意味は、神の賜物、聖書によれば、イエスの弟子となる以前は、修聖人であった。東方諸教会、聖教会、カトリック教会、聖公会、ルーテル教会で聖人とされる。 新約聖書の最初に収められた福音書の本文には著者に関する言及はないが、古代以来伝統的にマタイによるものとされ、マタイによる福音書というタイトルが付けられている。近代以降の聖書学的研究のうち、高頭批評では、エルサレム崩壊に関する記述は予言でないとの推測に基づく成立年代の設定などから、使徒マタイが著者であるという見解は疑問視されている。 だが、聖書信仰の福音派では、現在もマタイが記者だと理解している。各国語での表記は、ラテン語ではマタエウス、フランス語ではマテュー、英語ではマシュー、ドイツ語ではマテウス、ロシア語ではマトフェイとなる。日本語ではマタイという表記とともに、稀にイタリア語に由来するマテオという表記が用いられることがある。カトリック教会でも、 マテオという表記が用いられていたがこれはラテン語に基づく。マッテイアスの脱角型マッタエを境界式発音によってかな転写したものである。日本ハリストス正教会ではロシア語名に由来するマトフェイという表記を用いる。マタイによる福音書9 9によればローマ帝国の徴税人であったがイエスの証明に応えて弟子となったとされる。マルコによる 福音書2時13分以下と、ルカによる福音書5時27分以下では、同じような記述が見られるが、呼ばれた弟子の名前は、アルファイのコレビ、または、レビとなっている。このため、伝統的には、マタイとレビは、同一人物を指すと、解釈されてきた。イエスの弟子となった時の記事を除けば、聖書は、マタイの言動を伝えていない。 使と原稿録によれば、イエスの死後も教団内にいたようであり、キリストの昇天、ペンテコステなどの記事に名前が見える。伝承では、マタイによる福音書を記したと伝えられ、エチオピア、またはペルシアのヘリオポリスで殉教したとされる。2世紀のパピアスは、マタイが福音書、をアラム語で書き、弟子がギリシア語に訳したと伝えている。今日の研究は、この伝承に的であるが、 マタイという名は、アラム語起源のもので、彼が、初期教団内のヘブライズムの中心人物の一人で、あったことが伝承に反映された可能性が示唆される。聖マタイの証明1592年から1602年、ゴロさん、ルイジデフランチェージ聖堂マタイは、聖教会のイコノスタシスでは、他の福音記者と共に、王門に描かれる。マタイを描いた、美術作品では特に、 カラバッジオのものが著名である。マタイ及び、マタイの福音書はしばしば、人のシンボルで表される。これは、エゼキエル書1時10分に登場する4つの生き物と、福音書に当てはめられている。http コロンスラッシュスラッシュ www.catholic.org スラッシュセインツスラッシュセイント .php、セイント、イドイコール84、キリスト教を知る時点教文館 小山霊治、聖書の外説用軍者、ヨセフ・ハヤールほか、キリスト教師11現代に生きる、教会平凡者ライブラリー、1997年7月15日、ISBN4582762093、P431、ありがとうございます。